ルグラの窓からの眺め原版を拡大したもの。向上させたバージョンをガイドとして使うことで、風景の主要な要素を識別することができる。テキサス州オースティンにある、ハリー・ランサム・センターに展示されている原版、ルグラの窓からの眺めは、ヘリオグリフの画像であり現存する最古のカメラ写真である。おそらく1827年の夏に、ブルゴーニュソーヌイコール・エイコール・ロワール県の サンルード・バレンヌで、フランスの発明家ニセフォール・ニエプスによって作成された。自身の自所リングラの自宅の2階の高窓から見える建物の一部と周辺を映している。この自宅は、現在では、メゾンでニー・セフォール・ニエプスとして保存されている。ニエプスは、カメラオブスクラを用い、自然に発生するアスファルトである、ユダヤの微中面で薄くコーティングした16.2倍20.2センチメートルの ピュータープレートに焦点を合わせ、風景を捉えた。微中面は、非常に明るい場所では降下するが、ほのかに明るい場所では、可用性のままであり、ラベンダー油とホワイトペトロリウムの混合物で、洗い流すことができた。撮影には、カメラに非常に長く露光する必要があった。画像では、日光が、建物の反対側にあたり、約8時間露光されたことを示唆している。これは、 従来の推定値になっていた。しかし、ニエプスの記録を研究し、その過程を再現した研究者は、この露光が数日続いたに違いないことを発見した。1827年末、ニエプスはイングランドを訪ね、これと他のいくつかの作品を植物画家のフランツバウアーに見せた。ルグラの窓からの眺めが唯一カメラ写真であり、残りはアートワークを 接触録をしたコピーであった。バウアーはニエプスにヘリオグラフィーの過程を王立協会に提出するよう進めた。ニエプスは論文を書いて提出したが具体的な詳細を明らかにはしなかったので王立協会は非公開の秘密となっている方法を提出するのを禁止する規則に基づき拒否した。フランスへ戻る前にニエプスは論文と見本をバウアーに渡したが 1833年に脳卒中によって休止した。ルイダ・ゲールとヘンリー・フォックスたるホットによる先駆的な写真工程が1839年1月に公に発表された後、バウアーはニエプスの永久写真を作成する工程の最初の発明者として認められる権利を擁護した。1839年3月9日、最終的に見本が王立協会に展示された。 1840年に、バワーが死んだ後、何人かの手に渡り、時に、歴史的好奇心として展示された。1905年に最後に公開された後、およそ50年近く忘れ去られていた。ドイツ出身の歴史家、ヘルムート・ゲルンスハイムと、妻のアリソン・ゲルンスハイムは1952年にこの、写真を追跡し、引き立てで、ニエプスが、写真の発明者であるという主張を補強した。 ヘルムートとアディソンはコダック研究所の専門家に現代的な写真コピーを作成してもらったが実際の板を検査するときに見られるすべてを十分に描写したものを作成するのは非常に難しいことが分かった。ヘルムートはコピープリントの一つを大幅に修正して風景を分かりやすくし1970年後半までに向上させたバージョンの未公開を許可した。 1952年にコピーした後のある時点で、プレートが損傷し、3つの隅近くにコブができ、これによってその領域と画像全体の活性を妨げるように光が反射していたことが明らかになった。1950年代と1960年代初頭に、ヘルムートとアリソンはヨーロッパ大陸のいくつかの展示会に写真を紹介した。1963年、 ハリー・ランサムは、ゲルンスハイムのテキサス大学オースティン校の写真コレクションのほとんどを購入した。それ以来、他へ行ったことはなかったが、2012年から2013年にかけて、ザ・バース・オブ・フォートグラフィー、ハイライズオブ・ザ・ヘルムート・ガーンスハイムコレクションと題した展覧会の一部として、ドイツのマンハイムへ渡った。通常は、テキサス州オースティンにある、 ハリーランサムセンターのメインロビーに展示されている。2002年から2003年にかけて行われた研究、保存プロジェクトで、ゲッティ保存研究所の科学者が、蛍光 X 線分三のり、反射風リエ変換赤外分工法などの技術を用いて写真を検査した結果、微充面を塗られた金属板ガピューターであることが確認された。また、研究所は、 成功なディスプレイケースシステムを設計及び構築した。これは現在も継続的に監視され安定化された無酸素環境において本作をアーチファクトとして保存している。2007年ルーブル美術館の科学者がイオンビーム分析を用いて写真を分析し2メガボルト静電加速器で取得したデータを発表した。 これは写真を払拭させてきた工程の詳細を示している。2003年、ライフ氏の世界を変えた100枚の写真にこの写真が入った。ありがとうございます。